安城高校7番藤本投手、本日6点目です。小岡選手、本日1点目です。 大阪体育大学南昌高等学校15番森岡選手、2分間の退場です。 ご覧の通り、33対22、大阪府代表、大阪体育大学南昌高等学校が勝ちました。健闘いたしました両チームに大きな拍手をお送りください。 いいですね。